あともう一個ね、ちょっと聞かれて最後、はい、でもお姉さん、あんた私あともう一個だけ聞きたくて。うん、なんや、もう一個と言わず二個でも三個でもお姉さんに聞きなさいって答えるよ。あの、恋愛において長続きする方法を教えてほしいです。なんで私に聞くんだろうね。なんで私に聞くんだろうって思いながらちょっと、あー、長続きする方法、そうですねとかまあでも恋愛マスター検定なんでね、まあ言いたいことをね、すべて相手に言える関係っていうのがいいんじゃないですか。どんなに信用できる相手でも、どんなに好きでも倦怠期はあるし、心が揺れる瞬間はあるし、まああるんですよ。もううまくいかない瞬間が、まあ、気持ちっていうのはコントロールできないんで、もうあるんです。それをどう超えていくかだから、とりあえず直してほしいことは絶対言った方がいい。我慢するのは良くないから、え、ここは良くなかったよねって言うべきだし、同じぐらい、え、今これしてくれてすごい嬉しかったとか、いいこともちゃんと、嬉しかったこと、プラスもマイナスも全部言ってあげる。うん、これがね、長続きするコツですねえ、すごい、え、ためになりましたへへへみたいなまあそんな感じですねえ、すごいって、まあ、そう、24年間生きてきたんで、まあこんなもんですねまあちょっと頑張ってくださいよ。褒められたキュンピー褒められちゃった。なんか面と向かってさ、女に褒められるとさ、ちょっとやっぱり嬉しくなっちゃう。今上機嫌。うん、え、でもいいっしょ、結構いいこと言わんかったえ、よくない、正解じゃない、もう全てをもう打ち明け合うみたい。どう、え、合ってるよね。今になって心配になってきちゃったこれですいません別れましたとかなったら、ちょっと私あの心が死んじゃうかも。うん、いいよね。え、彼女からの返信なかったらどうしようえ、次の連絡が別れましただったら、ちょっときついな。まあ、でも結局そのいいことも悪いことも言い合って、確かにね、逆にあ、こいつとは合わないなってなるかもしれんけど、あ、でもそうなる相手だったらもうそれまでよ。うん、お前に合わなかっただけだから、早めに本音ぶつけ合って別れて正解や。うん、そう思うよ。うん、素直に全部言うことだね、ケンピってことを、まあ一応ね、言ってきましたよ。うん、めっちゃ褒められたあの子はいい子だよ、東大生だけど、友達もいるけど、いい子ですね、間違いない。そう、東大生で友達もいる、間違いないまあやっぱちょっと早稲田で友達がいないやつは、まあちょっとと使いづらい。まあやっぱ東大で友達がいるやつは違うなと思って、ケンピは眩しい気持ちで見てましたよ。うん、ありがとうございました